皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今回はですね、アジア開発をまた見ていきたいんですが、まあ、タイトルにもある通りですね、ついに今日ザラバで10円をつけまして、まあ、終わり値も久々の2桁で、なんと夜間 PTS ですねに関してはなんと 10.5 を突破して、今現在 10.4 つけてますが、ちょっと前まで 10.5、10.6 まで行ってます。なので、まあこれザラバの板で言うと、まあ約11円をつけるような、まあ10円以上の値動きを今してます。なんで明日は、まあ終値だったりとか最終的にはわからないですが、10円買い11円売りという可能性は結構あるかなと。まあ、それ以上ね、前回の12円抜けると、まあ、まずはこの15円16円の、まあ、窓というかね、まずここを埋めて、まあ、その後はですね、もう一気に20円30円と言ってほしいんですけど、まあ、今いい流れかなと思います。でアジア開発、まあ、当然東京機械のチャートも気になるんですが、かなり窓を開けてですね、なんか最近なんか 10% 上げってなってたんですけど、もうついに 16% 上げ、まあ、終わり値の段階で16なんですけど、途中はもうストップ高ですかね、マックスまで多分上がってたと思うんですが、もう 20% 以上上げてる時もありました。で一応終わり値は1311円のプラス186円、 16% 上げで、こちらも絶好調ということで、まあ、最後にね、最近ちょっとツイッターでアジア開発見ることが多かったんで、今回はですね、掲示板の方を見ていきたいと思います。アジア開発のこれ掲示板来たんですけど、久々にですね、掲示板ランキングトップ10に入ってきました。今見た時は10位だったんですが、最近30位40位が多かったんで、久々にちょっと上の方にアジアが来てるなという感じはしてます。ひとまず20円まで上げようと。よく調べると、もともとアジア開発のポテンシャルは大黒屋のアリババどころじゃないのだと。行使したのは1億2000万株東京機械材料決算材料でブースター準備万端と。再噴火再噴火、アジア開発は何度でも再噴火。買うと下がる売ると上がる、不思議だなと。これそうですね、まあさすがにこの状況なんで、掲示板も結構プラスのコメントというかね、明日は11円スタートかとか、予想以上、予想以外に早く上がってるから、もし8月、中旬に黒字決算出たらと、明日は普通に売り10買い9の気配で始まる、初動は買い、地合い次第では20円つけるかと。10円の扉が開いて11円の階段がアンセム様と。 PTS 見てると明日は11円つける場面もあるということで、まあこれはね、自分も同感で、まあ現在の PTS でいうと、一応明日11円つけても全然おかしくないような板の展開ですね。まあまだ材料が出たわけではない、材料というかですね、まだお知らせとかニュースが出たわけではないんですが、まあまだこの思惑というかね、この何か、なんで今こう東京機械買ってるのかとかもまだわからないままですが、まあ現に買ってる東京機械がもう絶好調に毎日 10% 以上上げているので、まあリーチかかった状態じゃないかなと思います。まあ決算で出るか、 IR が出るか、何かニュースが出るか、ホームページリニューアルとか、なんかシードプランですかね、なんかそういうものが出るかということで、現在まだ出てない、ニュース待ちの状態で、さらに、東京機械が絶好調ということで、結構いい状態なんじゃないかなと思います。でまあ単純にね、夜間 PTS が調子いいので、明日も、この PTS のような動きで、まあ、11円はつけれると思います。自分のまあ期待も込めてですね。で欲を言えば11円の上が見たいなというところで、明日も楽しみに見ていきたいと思います。
今回は以上になります。ありがとうございました。